と待って。OK。なんかさ、あの家に帰ってくるときになんかちょうど雨がね、こっち雨が降ってて、髪の毛がもう終わってしまったっていうのがありまして、ちょっと今結んでるんですけど、あともしかしたらちょっと充電が本当にやばいから、あの一回切って夜充電してやるかもしれない。今ま優がやるって思ったとこまでできたら終わるけど、ちょっと微妙なのでその辺は、その辺はということで、イエーイ、久しぶりにさ、この超適当感半端ないんですけど、今始める前に結んだから、しかもゴムじゃなくてシュシュみたいなのに結んじゃったからめちゃめちゃボサボサなんです。まあそんなのオッケー。充電しなきゃできないの、あのねコンセントがねめちゃ遠い、超遠いからできないんですけど、あのマジでやばいって思ったら切って夜充電して優がやる気分だったらやります。え、かわいい。え、あ、昨日のなんかなんだったっけ、ファーストラビットみたいに言ってたやつや、みよちゃんありがとう、かわいい。延長コードないの、ラッキーないですね。早めに始めてる。そうだからなんか充電結局なくなるんだったらあれかなって思って。え、かわいい団子、ありが、団子じゃないクマや、ありがとうモフちゃん。団子三色団子って味、ちょ今から三色団子について話していいですか。なんか三色団子ってピンクと白と緑があるじゃないですか。でそのピンクと白は好きなんですよ、言う。でもなんか緑あんまり好きじゃなくて、でもなんか三色団子ってなんかなんていうの、あんまり味変わんないみたいな、よく聞くんですよ。でも全然もう緑はめっちゃなんか草っぽい味がするから食べれない、食べれないわけじゃないけど、ピンクと白が好きなんです。でも味一緒ってよく聞く、意外、それはちょっとって思いました。終わり草っぽい、そうそう草っぽい、なんか見た目がさ、なんかよくそれで騙されますね、普通に。やっぱり普通に騙されちゃう。だからみんなはさ、騙されちゃダメですよ、騙されないで食べてあげてください。緑も、緑はいつも人にあげちゃう。かき氷のシロップ、あ、そう、かき氷の話をじゃあ今からしますね。かき氷のなんかめっちゃだるまとか可愛いんだけど、ありがとうございます。なんかかき氷のなんかそのシロップ味同じ問題みたいなのについて話していた、いきますと、あのいちごとブルーハワイ、いや同じじゃなくないっていう、普通に考えて、え、全然味違うけどって思いながら食べてるんですけど、なんかその味一緒説がなんか
なんていうの、あの説、諸説ありますみたいな。違う、絶対味違う。だって黒蜜きな粉のなんかそういう感じのタイプのさ、かき氷のかかってるシロップ絶対違うもん。でも目隠して食べても言う、絶対わかるのこれ本当にガチで。ちょっと今度やってみよう、夏にやろう、やろうみんなで、それはみんなやろう。あのいちごとブルーハワイとメロンとレモン、い絶対わかるんよ。あと白色、ただの白色のやつ、なんかさ、いうかき氷の、かき氷作るやつを2、3年前、いや2年ぐらい前かな、ファンの方にもらって、なんかそれお家で作れる屋台のかき氷みたいなやつで、結構ガチなやつだから、ちょっとやろみんなで。みんな持ってないかもしれないけど、待ってくれ、待って待って待って、シンプルに充電器やばめ、これはやばい、これはやばいです。やばいやばい、止まっちゃった、一回止まっちゃったんです一回止まっちゃった、待って待って、え、あのこの、え、待って、ウサギ2体いない、え、待って、家見えないんだよね、誰や、あ、ミホちゃんか、気づかなかった、ありがとう。これ同じ、あ、よかった。これユウ動いてるかな、こっちめっちゃ固まってんだよね。動いてますか、よかったよかったよかった、今日の服は萌え袖、それな。でもこれなんかすごくて、ここ見えない、なんかね、ここにボタンついてて、これ開けれるみたいなやつです。これね、あのね、土曜日、土日だったじゃん、だから金曜日に買いました、金曜日に買ったんですよ。そうそうそう、そのこの服をさ、こうやって見てて、見てるとさ、やっぱりさ、すごい撮りたい、見てると、そのお店のね、店員さんがお話してくれるんですけど、いうコミュ障すぎて、そのお話されるのがあんまり得意ではなくてですね、こう、どうですかみたいな、これ可愛いですよね、春の新商品なんですって言われると、買いますみたいになっちゃうんですよ言うに話しかけたらすぐ買っちゃう、マジ、あのね、やばい、ちなみにこの今中に着てるこの黒色の半袖にちょっとギリギリ見えちゃってるんですけど、これもね普通の服なんですよ、可愛い、実際これ後ろが開いてるから中に見える服みたいなのを着ないといけなくて、んで買ったこの黒色の中の半袖も可愛い。ちなみに
見た方も見てない方もいると思うんですけど、ユーの昨日着てた服は、昨日はこういう首がこういう感じで着てたんですけど、裏返しても消え、裏返してっていうか反対向きでも消えて、なんかこういう首がこういうやつでも着れるやつでした。それもユーがふらーってお店の中入ってって、目についてふらーって見てたら、これこのスカートに合わせるとめっちゃ可愛いと思います。で、色がいっぱいあったのね。で、ユーはその店員さんに、なんか上の服は可愛いなと思ってたから、これ何色が人気なんですかみたいに言ったら、うん、人気なのはやっぱこの色なんですけど、お客様は肌が白いので白色で、下は黒で合わせていただくといいと思いますみたいな言われて、うん、そうですか、買いますみたいになっちゃって、もうダメダメダメ、4月終わったよ、言う、もう4月買い物行けない。でも4月まだ握手会じゃない、トーク会あるからさ、なんとか生活しないと。めちゃめちゃちょろいよね、やばい本当に。だからその店員さんもきっと、あ、なんか言えばこいつ買うぞって思ったと思う。まあでもあの、いらないって思って買ってない、かわいいって思って買ってるから大丈夫、そこは心配しなくても。そうなんですよ。だからさ、やっぱ一人で買い物行くの良くないなとか思って、昨日の写真、服はツイッターには載せてないよね。昨日の服はツイッターに載せてない。ユーのモバメに送った。送りました。まあ、でもね、しょうがないよね。可愛かったから仕方ない。でも昨日の服はいいと思います。昨日の服可愛かったくない？え、見た人いる？昨日の服、あの腕が可愛かった。これも腕可愛いけどね。でもさ、このこんだけしか開いてないからさ、まあそんな寒くもないし、しかも今日のやつもなんですけど、昨日のやつも優が見せたかったのは下の服だったのね。ポイントは下の服だったの。今日もズボン、このベルトとかめっちゃ可愛かったのに、この緑色のじゃーん、めっちゃ行儀悪いんだけど、このズボンが見た方はレアです。サルペット着てる優みたいです。あー、なんか言うさ、撫で方なんだよね。だからさ、似合わないっていうのを最近学んだ。そうなんですよ。充電やばめ、やばい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 、マジやばい。ちょっと待って、みんな、え、ちょっと8時からやるとかでいいですか？ちょっとやばいなって思い始めてるんですけど、充電切れ、充電しとくちょうど良いかも。あ、ほんとみんな優しい。全然待ちます。嬉しい。優しい。ということで、ちょっとブチ切りになってしまいそうなんで。でもさ、ユウさ、配信する前に普通充電しとくよね。でも違うんよ、ユウはしてなかった。なんで？バイバイ。じゃあ8時ぐらいに
また会おうね。はてはて、バイバイ。